ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗典です。 KBS 京都、 RNC ラジオ、 CBC ラジオ、そして、福岡ラブ FM をお聞きの皆様、今週もどうぞよろしくお願いいたします。もう夏場ぐらいからずっとね、ラジオの方ではヨーロッパ企画の本公演、来てけつかるべき新世界のまあまあツアーと準備とずっとね、その話をさせていただきまして、全10都市公演無事、11月2日に、終わりました。皆様、ご来場いただきました皆様、そしてこのラジオ、ね、ずっとね、聞いていただいた皆様ありがとうございました。無事終わりまして、京都に帰ってまいりまして、今ラジオを撮らせていただいてます。もう本当にね、もういろんな出会いもありまして、まあ体力的にもハードな一面ありましたけども、本当にね、無事終わりまして、もう公演の合間もね、僕あまりその自分のその育児のことをね、ラジオとかで喋ったことないですけど、育面としてのね、両立も終わりまして、断乳っていうんですか、まあ、息子がいるんですけども、1歳半の断乳も成功しまして、だから本当に素晴らしいウィニングランを今してるような感じなんですけども、断乳ね、だからごめんなさいね、急に育児の話になりますけど、本公演のが終わったと思ったら、で断乳って大変なんですよね、多分育児を経験された方とか、今育児中とかの方って多分ね、経験してる方はもう、大変だなっていうのは分かっていただけると思います。大体あれなんですよね、だからお乳をあげて寝かしたりとかね、お乳があることで赤ちゃんが泣かなくなったりとかね、そうやって精神の安定につながったりするんですけども、まあ、それをやめるということは、まあ、本当に言ったらちょっと僕が客観的に自分の息子を見ての印象ですよ、なんかこの禁断症状みたいなね、ギブミギブミっていう感じで、お乳を欲しがって泣くみたいなんで、ちょっとない荒れたりするんですけども、まあ、それ断乳するってことは、まあ、本当にその荒れたのをもう静まるまでずっとね、あやしてなきゃいけないとか、そういうので大変だったりするんですよ。だから本当四日市公演の時とかね、断乳で2日間徹夜の状態で四日市臨むみたいな感じでね、割とハードやったりしたんですけど、もう本当お乳にね、犬の絵とね、アンパンマンの絵描いて、でもうおっぱいいなくなっちゃったんだよっていう、そういう儀式があって、でそれで本当にうちの子がね、ピクってこう後ろに一歩退くぐらいのショックを、ショックの表情をして、泣き出して、でもう一緒にお母さんと寝れないから、もう僕がね、寄り添って寝て、で初めてもうずっと寝かしつけっていうんですかね、それをずっとやって、起きた、で毎回ね、夜中寝たら起きて泣く、寝たら起きて泣くっていうのを 2,3 度繰り返して、そのためにお乳をあげてるんですけど、それができないから僕はもうそのためにずっと起こして、あやしてっていうので、でも僕の割とこう重点ボイスを生かしたその何ですかね、子守歌で寝かしつけてっていうので、まあほぼ寝、ほぼ息子も僕も徹夜状態になったんですけど、まあなんとかね、断乳成功しまして、はい、まあ本公演も無事ということで、まあまたね、その育児ことでね、僕も話したいこといっぱいあるんですけどもね、ラジオ聞いてる方もね、なんか育児まあ世中っていう方でね、おられましたらね、お便りとかいただけたらと思います。じゃあちょっとね、お便りがねあるんでね、読ませていただきますよ。これはね、ラジオネーム牛タンさん、愛媛県の方なんですよ。愛媛県、YouTube で聞いてるのかな。長野さん、こんにちは。この度初投稿になります。学生時代に広島でロベルトの掃除を見て以来、毎年の公演を楽しみにしてきました。ブロードウェイラジオを知ったのは最近で、 YouTube で第1回から聞き始め、お、最新の放送回に追いつきました。あららら、ありがとうございます。もうだって100以上あるもんね、100回以上ね。で長野さんとゲストの方々とのトークやラジオドラマ、毎回楽しく聞かせていただいております。ところでヨーロッパ客さんの公演には SF 的要素が出てくることが多いですね。
そこで質問なのですが、そういった SF 要素を取り入れるときに何か参考にする小説や映画等の元ネタはあるのでしょうか。 SF 好きの私としては非常に興味のあることなので、教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。まあまあこれはまあ一番ねこの回答するのふさわしいのはうちのね代表の上田誠、作演出の上田誠だと思うんですけども、まあ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 もう18年来の付き合いになりますんで、まあ彼がどんなね、あの作家に影響されたかというと、やっぱり SF の作家人なんですよね。筒井康隆さんですよ、まあ、一番代表的なのは。あと星新一さん、多分ほとんどあるんじゃないですかね、星新一さん の, あの単行本、小説は、文庫本は。あと、まあ、広瀬忠さんとかかな、うん、だから本当にね、タイムスリップもの、タイムトラベルものの、あの何、あの文庫本とかはもうほとんどあるし、うん、だからもう本当に、まあ筒井康隆さん、星新一さんはもう必ずこれ押さえてたら、そのヨーロッパ企画のエッセンスみたいなのを感じれたりするんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか、牛タンさん。はい、またね、お聞きしたいことあれば答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、11月になりましてマンスリーゲストをね、お呼びしたいんですけども、まあ、本公演終わってね、割と劇団員がねわーっとね、東京行ったりとかいろんなおのおの仕事で、まあ、忙しいということでね、でもいつかお呼びしたいなと思ってたんです、この方。劇団員ではありますけども、まあヨーロッパ企画で暗い旅っていうね、 KBS 京都テレビでやってるレギュラー番組があるんですけど、そのディレクターの、彼をお呼びしたいと思います。西垣雅樹くんです。どうぞ。どうもよろしくお願いします。西垣です。はい、よろしくお願いします。はい、嬉しいですけどね。あ、本当。はい、うん、嬉しいなと思ってたんですけど、はい、ホームページ見てたら、はい、西村直子さんがゲストですか湧いててあれ見たんや見ましたよ。見といてほしかったんですよ。いや、その流れもう知らんといてほしかった。いや、変わりましたみたいになってお便りはまた読みますみたいな、な西村さんのやつはい、どんなことだすいませんすいません。いやいや、はい、いや本当に、いや今言ったの嘘じゃなくて、はい、呼びたいと思ってたのよ。あ、そうなんですか。うん、そうそう、はい、うん、でも、まあ、ちょっとイレギュラーかなとか思ったりして、はい、うん、ちょっとまあもう本当けど、これはもう、はい、来たるべきしてね。そうなんですか。そう西村さんが、ね、忙しくて、はい、忙しかったですね。はい、プライベート充実してる方なんで彼女、はい、そうなんですか。なんかすいませんけど、いえいえ、とんでもないですけど、急遽呼ばれたんだなと思すいませんねいやいや、けどもう今月11月は、はい、ありがたいですね。ね、このネットしてるね、はい、地域の方に、はい、西垣雅樹っていうのを僕はもう、そうですね、ね、知らしめたいなと思いまして。ありがとうございます。はい。暗い旅が、そう、全然届いてない地域も、そうなんですよ。名古屋とか福岡とかね、はい、香川もそうだし、たまにね、まあ、京都関西も、はいはい、一部流れてるんですよね。はい、で横浜とかもね、一時流れたりとか、うんうん、北海道でも流れた時期もありましたけども、そうですね、はい、だから、まあ、まあ噂には聞いてるけど、なんだろう暗い旅って思ってる方もいるかもしれないですけども、はい、まあ、この1ヶ月でいろいろ伝えていけたらなと思います。はい、まあ、ちょっと僕西垣雅樹ってはい、検索して、ありがとうございます。すみません。手元に資料あるんで、はい、西垣君、まあ、プロフィールね、ざっくり紹介させてください。はい、1985年、本当にがっつりね、はい、そうなんですね。いや、本当だってそこから入らないとさ、はい、わかりました。聞いてる方も、うん、ありがとうございます。わかんないんでね、はい、2月2日生まれ、そうですね。いいですか、ここまで紹介して。ありがとうございます。うん、今のもう伏せてくださいっていうのがあればもう、いや、ないです、ないです、ないですか、もうカットします、はい、こんなん聞きたいですか、僕のいや、それはだってそれはもうリスナーさんの自由意志なんでね、はい、あ、分かりました。和歌山県出身、そうです、ね、でだから和歌山出身なんだっていうので聞いてくれる方もいると思って僕ちょっと本当ですか、うん、いますかね。そうそうそう、和歌山県で、うん、そうそう、はい、で、孫の手、そうなんですちょっと孫の手出てきちゃったな、スコンって飛びましたけど、飛んじゃったね、はい、孫の手の脚本演出さんと、だから今はね暗い旅 の、はい、ディレクターっていう風にね紹介したんですけども、はい、もう一個ユニットやっているんです。そうなんですよ、うん、孫の手、はい、学生時代 の、 サークル員と2人で、うん、こう孫の手というユニットやってるんですけど、うん、こう痒いところに手が届くという、あ、孫の手、はい、孫の手、そうなんです。で、年配の人の、うん、に孫のような存在になりたいということで、はい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 、孫の手なんですけど、なのでそういう活動やってる、はい、気になる2人をコンセプトに、はい、嗅ぐ、匂いを嗅ぐ、はい、触れる、はい、目隠しをする、はい、などの、はい
体験型のお笑いストーリーを披露。そうです。はあ、かなり五感に訴えかけるような。そうですね、ね、うん、で、見るだけでは得られない楽しさを提供している。はい、商業施設などのイベントの構成や司会、さらにご年配の方の孫の、あ、これ今言った、はいはい、福祉施設でもね、はい、活動してるんでしょ。そうなんですよ、やってるんですけどね、老人ホームとかに対して、なんか、うん、まあ、認知症予防と、うん、まあ、認知症になられたらちょっと止めるというか、うん、あ、うん、そういうのは、そういう意味でのこういった家具触れる目隠しをするとか、そうですね、ちょっと刺激的な、それも大きいですね。ああ、そう、はい、これやろうって言ったのは誰の、もう、なんこ、うん、そのもう一人の俳優というか、もうパフォーマーがいるんですけど、はいはい、西垣君と一人いて、はいはい、その琴藤君っていう、はい、彼が、まあ、福祉学科大学がそういう専攻やったんです。なるほどね。で、うん、まあ、あ、だからこれね、もし聞いてる人で名古屋から、はいはい、今ね、そういう施設で聞いてたらいいし、そうですね、オファーがあったら行きます、行きます、本当に行ってくれるの。行きます、本当、行きます。福岡も行ってくれるんですか。福岡、いや、行きたいですね。ね、はい、いや、だからこれをきっかけにいろいろ、そうですね、ね、その、はい、活動範囲、はい、ありがとうございますんでね。だから、まあ、はい、いろいろ、まあ、ヨーロッパ各国でも暗い旅の他にね、はい、作家としてドラマの脚本とかやっていただいたりとか、はい、最近もう役者、いや、イエティ、うん、構成作家の大俊さん、うん、のイエティに呼んでもらって、うんうん、そうだよね、そうなんですよね、うん、別に味を占めて、ね、ね、うん、呼んでもらってるっていう、嬉しいなっていう感じですけどね。あ、役者としてもこれからちょっと、はい、そうですね、うん、いや、あ、そうですねって、そんなのはないです。ないの？その野望はないです。ああ、ないんだ。いや、もう難しいなとは思いましたけどね、うん、あ、そう、楽しいなっていうのはありますけど、うん、役者でどうのこうのっていうのは思わないですね、うんうん、あくまでディレクターだったり作家であるっていうところですか。そうですね、はい、分かりました、うんうん、まあ、僕出会った時は、はい、まあ、ちょうど暗い旅を立ち上げてディレクター募集で来てくれたの、はい、はい、そうですね、うん、長野さんに僕ヨーロッパ企画で初めてなんか仲良くしてもらったっていう印象があります、うん、そうそう、だって僕が住んでた、学生時代から住んでたアパートがあって、はい、そこの向かいの部屋だったからかな、はいはい、そうですね、うん、来て初日の時に、うん、あの下宿先、そのアパート、うん、前川荘の紹介してもらったりしてて、うん、でも僕長野さん、うん、まあ、劇見てたりとか、で、知って、もちろん知ってる、カッパの人なんだなとか、うん、まあ、ちょっとスターなイメージがあったんですけど、はい、同じアパートのそうなんですよね、じゃあちょっと失望というか、そのね、そうなんです、ちょっとあったってことで、正直参ったなっていう、参ったなっていう、うん、自転車もボロボロで、はいはい、でブレーキ壊れてるし本当そうね、とだからスタート現実のこう、うん、わーっとギャップというか、ちょっと面食らっちゃって、うん、そうなんですよ、うん、それはここに来てよかったんかなみたいなぐらいちょっとショックだった。そうですね、うん、いや、分からんかったんですね、その感じが、うん、その収入も分かんないし、うん、生活も分かんないし、うん、そうね、何がなんか好きで住んでるのか分かんないし、ま、その、うん、はい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 、はい、だ、分かんなかったですね。だって僕より先にあのアパート出たもん ね, ね、そうですね、だよね、そうですね、うん、まあ、もう面接とかで入ったね、最初です、面接で、はい、すごく可愛らしい、はい、あの人柄 の,、はい、あのだったから、はい、入れましたみたいな、その、ね、あ、本当ですか、上層部、ね、面接をしてたメンバーが行って、はいはい、で、あ、でも、まあ、僕もあって、あ、いい、はい、なんか可愛らしいなと思って、あ、ありがとうございます、もう僕もすぐ心を開いて、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、そうそう、確定申告のその計算を手伝ってなんかね、すごい心開きすぎて、あ、そうですね、ショックだよね、それどんどん僕の経済状況まで筒抜けになるっていうよく豚汁食べてるなとか思いました確定申告の恥ずかしい、それ何年だ、入ったの何年だっけ、ヨーロッパ、あのサーフィンの時なんです、2000、はい、9年 10年か、2010年になるのかな、そうですかね、6年、そんな昔じゃないけど、はい、うん、思いましたね、うん、その時に、そっか、はい、うん、ありがとうございます。あのお便りがね1個ありましたよ、ね、ありがとうございます、あのこれちょっと読みます、緊急にお便り募集してくれるっていうのは、はい、嬉しいですね、いただけるんですよ、はい、これラジオネーム、てんちゃんアットマーク入ってたんですね、こんばんは、
私の中では、西垣さんイコール、はい、イコールお尻ですかね、やっぱり。あ、ね、そうなんですかね、普通に座ってるだけなのに、はい、どうして判決になっちゃうんですか。ちなみに今は判決なってませんか。なってますよ。なってませんよ。なってないですかね。なってないです。なってないんですよ。なってない、はい。うん、そんな西垣さんなのに、8月夏にね、はい、マゴネタのイベントに、はい、行ったんですって。お、ありがとうございます。はい、なんだかちょっとかっこよく見えましたよ、だって。判決、判決が、判決にもかかわらず。判決ではないですよ、私が、はい、イベントの時は、はい、すごく楽しかったので、またイベントあったら行きたいですと。ありがとうございます。うん、嬉しいです、ね。で、質問がございます。はいはい、西垣さんと大都市さん、大都市っていうのは、まあまあ、この番組の構成、まあ、ディレクターでもあるんですけれども、彼なんですけども、まあ、あの同い年なんですか。いや、僕がね、学年1個上なんです。うん、はい。うん、で、まあ、でもね、西垣さんと大都市さんに聞きたいことがある。はい。うん、お互いのことをどんな風に見てますかと。うん、お互いライバルだと思っていますか、教えてくださいっていう。ああ、なるほど。そうなんですよ。なるほどね。あ、どうですか。はいはい、何ですか。うん、いや、ライバルとは思ってないですね。うん、思ってない。思ってないです。同志だなとは思ってますけど。あ、そう。はい、同志。同志なん、うん、まあ、一緒にこう仕事場も一緒ですし、うん、こう、まあ、机隣並べて作業するっていう感じですから。そうか。はい、だからもう競い合うっていうか、まあ、助け合ってるんじゃないかなと僕は。あ、そう思ってますけど。うん、暗い旅でそういうドッキリにかけたいの意地悪とか、そんなんは僕はしてるんで、うん、本人はどう思ってるか分かんないですね。そうなんです。同志だととは思ってるんですけどね。あ、そう。僕は。で、まあ、大都市君にもね、まあ、今日ね、あのスタジオちょっと仕事で来れてないから、はい、あの聞いてみたんですけれども、はいはいはい、同じ答えでしょ。まあ、答え合わせみたいになっちゃいますけども、はい、ちょっと大都市君はね、うんうん、こんなこと言ってました。はい、ソウルメイトだと思っている。すごいね。あ、嬉しいですね。鳥肌立っちゃったわな。うん、いやー、嬉しいですね。ソウルメイトだと思ってます。魂が通い合ってる関係です。怖いですね。何なのこの信頼し合ってる感じ。そうですね、依存し合ってるのか。何なのか。どっちかが外したりしますもんね、こういうのは。ちょっと嬉しいですね。こそばゆさと、はい、なんかね、うんうんうん、この奇遇ね、さと。そうですね、ちょっと鳥肌がちょっとね、いろんな鳥肌立ったんですよ。うん、いや、嬉しいですね。ああ、そう、そういうのはね、はい、ですって。だから、まあ、本当に、まあ、ちょっとね、今日、まあ、ちょっと短い、まあ、まあ、まだまだ、ね、西垣君秘めたる何かあると思いますんでね、はい、まあ、このラジオを通して、はい、ありがとうございます、伝えていけたらなと思います。で、はい、あの当番組メインコンテンツであります、はい、ラジオドラマの方に行ってみましょう。はい、ずっとね、来てきつかるべき新世界の、はい、つながりで、はい、新世界短編集っていうのを長らくやってたんですけども、今月まあ変わりまして、ラジオショートショートビジネス編という、はい。もう、うん、なんでこんなそういうことするんですか。そういうこと。いや、そのでも、うん、ランダムにそういうのが決まるんですかね。ね、まあ、本当に気まぐれもありますし、はい、まあ、僕がオファーしたりとかいろいろしてるんですけども、はいはい、この番組の構成の伊勢村啓太、はいはい、ね、妻夫木聡。なんで妻、どこが妻夫木。顔がです。え、顔が妻夫木くんとに風に見えてる。はい、見えてます。妻夫木くんがこの顔に見えてるんだ。はい、逆に言うと似てないですか、妻夫木さん。いや、トム・ハンクスにしか僕見えないけど。確かにトム・ハンクスね。うん、トム・ハンクスと伊勢村、妻夫木くん似てないじゃないですか。そうですね。いや、フォルムは確かにトム・ハンクスなんですけど、パーツは、うん、妻夫木くんなんです。あ、そう、はい、あ、ちょっと妻夫木くんが書いたと思ってじゃあ、はい、聞いていただきたいんですけどもね。まあ、本当に最初のお便りでありましたけども、はい、ね、まあ、SF、ね、本当星新一さんとか筒井康隆さん的な、はい、そのショートショートの雰囲気で、はい、ラジオドラマを書きたいということで、はい、書いていただいて非常に面白いんです、小気味よくて、うん、はい、これちょっと聞いていただきましょうかね。今週はですね、手抜かりビジネスというタイトルのラジオショートショートでございます。それでは開演いたします。ただいま戻りました。ちょっと西垣さん、どこ行ってたんですか。昼だよ。
のんきにお昼行ってる場合ですか。主任が探してましたよ。え、主任が？主任、何かありましたか？何かありましたかじゃないよ。お前に頼んだ書類また間違ってるじゃないか。ああ、本当ですか。俺が先に気づいたからよかったようなものの、あんな書類部長に見せられないぞ。すいません。仕方がないな、お前は。俺がいなかったらどうするつもりなんだか。西垣さん、課長が呼んでますよ。お前、他にも何かやったのか。いや、課長、何かありましたか。何かありましたかじゃないよ、お前。山田産業の専務とのアポイントメントをドタキャンしたそうじゃないか。すいません、スケジューリングミスで。専務怒ってたぞ。俺がたまたま専務と親しかったからよかったようなものの、俺がいなかったらどうなっていたか。西垣さん、部長が呼んでますよ。おい、お前一体いくつミスしたんだ。部長。西垣くん、君今日も遅刻したそうだな。すいません、寝坊で。しょうがないやつだな。よし、明日からは俺がモーニングコールをしてやる。まったく、上司が俺じゃなかったらこんなことでは済まないからな。西垣さん、社長が呼んでますよ。おいおい、いよいよ社長にまで呼び出されたぞ。社長、お呼びですか。いやあ、西垣くん、今日も手抜かってるようだね。はい、おかげさまで。実に見事な手抜かりだ。手抜かるというのは難しい仕事だが、君に頼んでよかった。社長直々のご指名、光栄です。まったく、先輩社員というのはややこしいもんだ。後輩のミスに愚痴を言いながらも、結局はできない後輩を叱っては、俺がいないとどうのこうのと言ってるのが生きがいなんだからな。それで皆さんがご機嫌に仕事できるんですから、僕もやりがいがありますよ。おお、そうだ、君に手抜かりボーナスを渡さないとな。明日にでも振り込んでおこう。ありがとうございます。早速週末の競馬で全て使いたいと思います。おいおい、せっかくのボーナスだぞ。もう少し慎重に使ったらどうだ。そうしたいのは山々なんですが、たまには母親にも叱らせてあげないといけないもので。聞いていただきましたラジオショートショート週ビジネス編、タイトルは手抜かりビジネスという回でございました。はい、キャストの紹介させていただきます。まあ、主人公の男、西垣さん。はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、いや、拙いながら、はい、させていただきました。拙いなと思ってる。そうですね、ただいま戻りましたの言い方が、うん、あ、出だしのセリフですよそれ。そうなんですよ、こっからずっとつまずいたんじゃないかな。つまずき続けた。そうなんですよね、これって結構なんかプレーンじゃないですか、その男の、まあ、主人公ってね、大体そうですよね。はい、で実はこうだったって、男が演じてたっていうことじゃないですか、このバカ、バカをというか手抜かり、はい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 、でその感じを匂わせる一言目なんだなっていうふうに思ってしまったら、ちょっとプレッシャーがかかってしまって、いやいや、普通、いや多分作家としては、はい、もう普通に怒られがちな社員っていうふうに聞かせたいと思うんで、はい、いや、よかったんじゃないですか。まあちょっとそこで迷いがあったってことはダメってことなんですけども。そうですね、はい、でいや、今日聞いてる分には、はいはい、本当ですかね、はい、あ、やっぱ役作り深くちょっと挑むタイプなんですね。いや、ね、そんなことない、そんなことないです、はい、他のキャストはですけど、はい、女性社員、パク・ヒャンシルさん、はいはい、で主任役、一発目の上司ですね、瓜坂優作さん、これ、はい、立命館大学の学生3回生の方です、うん、そうです、暗い旅にも出てくれてます。瓜坂さん、はい、あ、暗い旅すごいね、幅広いね。そうなんですよ、瓜坂さんに顔見知りやったんや。そうなんです、すごいな。で、次課長役、はい、作家ご自身伊勢村啓太さん、はい、そして部長役私長野宗則、そして最後の社長が藤井直樹さん、はい、こちらも立命館大学の3回生の俳優さん、藤井くん、瓜坂くん、はい、ですよ。まあ本当にけど僕はね、西垣君の演技割と好きで。本当ですか。うん、まあその自然体というかね。うん、まあ本人はあまり飾らない感じが僕はしてて、まあありがとうございます、うん、そう言ってもらえたら嬉しいですけどね。そうそうそう、
さっきヒゲも生えて、綾野剛的なアプローチ、ビジュアル的な、 なんかパーマでさ、なんか。いや、長野さんだけですよ、うん、そんな言ってくれんの。ほんと、はい、周りどんな反応してんの？周りは、うん、でも、上田さんは、うん、最高やんって言ってくれましたけど。珍しい。あの人が最高やんっていう。あんま褒めないよ人のこと。ことは怖いですよ。あのその最高やんは。その最高やん。あ、そう。はい。まあ、言ったらちょ、ね、本当直接の上司というかね、はい、指定関係にあるような感じじゃないですか、はい、上田さんに、はい、最高やん。最高やんっていう。言われないですよ。意地悪はされましたけど、ね。そう。いやいやけど本当にね、ちょっとこの。ラジオショートショートではちょっと主演をちょっとね、はい、なるべくやってもらいたいなって、ありがとうございます、思いました。はい、惚れておりますんで僕俳優にしておきます。ありがとうございます。はい、ということで来週もラジオショートショートビジネス編を楽しみに。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、エンディングでございます。西垣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。1周年告知がございます。私長野が出演する、ドラマがございまして、石川五右衛門時代劇ですね、あの海老蔵さんの主演のドラマの第5話が、11月11日の放送されるんですけども、時間帯は、20時から21時1時間のドラマになってます。こちらあの平助っていうね役で出てるんですけど、まあちょっとかなりあの拷問にあったりとか、うん、痛々しいシーンが多いハードな撮影でした。はい、もう海老蔵さんとも喋って。あ、どんな感じだったんですか？長野さんはモノマネは聞いてないですけど似てますね。長野さんは名前を認識。そうそうそう、はいはい、うん、長野さん演劇の方ですか？うん、あのいい声で。へえ、わかりましたみたいな。雑魚ですね。雑魚で。雑魚で返す。わかりましたって。うん、はいはい、おいくつですか？とか。はいはい。あ、実は同い年なんですよつって。ええ、ね、同い年で。はい、うん、あ、そうなんですか。だと思いましたみたいな。ええ、うん。そうなんです。震えましたけどね。震えながらでしたけど、雑魚、やっぱ雑魚でしたね。そうですね。生まれもね、やっぱりすごい。確かに。もう代々。へえ。じゃ本当これ楽しみに。はい。見ていただけたらなと思います。僕すごい楽しみにしてるんですけど、それでは宛先です。この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。宛先は、ヨーロッパ .broadway@gmail.com europe.broadway@gmail.com 全て小文字です。今は聞き取れなかったよっていう方ね、あのヨーロッパ学のホームページにもあのブロードウェイラジオバナーございます。そちら入っていただいたらね、あの今言ってややこしいアドレスあります。ワンクリックでメール送れますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、また来週も西垣正樹さんをお呼びして、はい、トークしたいと思いますんで。ありがとうございます。はい、渋いね。いや、ごめんなさい、もう終わる一言なんかなと思ってました。まだ終わんないですよね。ごめんなさい。ボソ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 、ちょっとファッと言ってました。ファッと言ってた。はい、ごめんなさい、全然ごめんなさい。なんか大体ファッとした人はね、はい、来月もマンスになるっていう、ね、そうなんですか、はい、それ罰みたいに言ってますけど。はい、楽しみしてます。はい、暗い旅のね、あの、うん、暗い旅ポータルっていうのをやってるんです、はいはいはい、ネットで、うん、あのニフティさんのサイトでデイリーポータル Z、 それはもう全国見れますから。あ、なるほど。見てほしい。ネットでアクセスしていただいて、はい、そうなんです。暗い旅ポータルで検索していただいたら、はい、それをちょっと見てほしい。それだけの見てるっていう人も結構ね、うん、いらっしゃるんで。あ、そう、見てほしいですね。あ、はい、分かりました。では、今週のヨーロッパ企画のブロードウェイラジオはここまでです。来週もお楽しみに。さよなら。さよなら。Thank you.